M-42-45mm 対戦車砲、M1942-45mm 対戦車砲とは、第二次世界大戦中に、ソビエト連邦が開発した対戦車砲である。グラオーコードは52-243。大祖国戦争序盤において、これまでの 53K-45mm 対戦車砲が、ドイツ国防軍の3号戦車や4号戦車に、 過労死でて対抗可能であったという状況から、赤軍は1942年に改良型の 45mm 対戦車砲である M-42 追戦車砲を開発した。基本構造はこれまでの53系対戦車砲と同一であるが、初速工場のために創薬を増量し方針が延長され、重量増加を抑えるために棒立てが薄くなっている。 大量生産のための簡素化も行われている。1943年には部隊配備が開始されたが、ドイツ軍の新型戦車であるパンター中戦車やディーガー中戦車の正面走行を打ち抜くことはできなかったため、待ち伏せで防護戦車やパンターの側面を狙うようになり、榴弾や散弾を発射しての対人戦闘に従事することも多かった。 終戦後の1945年中頃には生産が終了した。ありがとうございます。